ナイトブラザーズです。よろしくお願いします。何もでいいじゃん。それはそう、ね、一回やろうと思ってたんだけど、ちょっとこのタイミング出るとは思ってなかった。ジェネレーション何それ。はい、ということで今日何の企画でしょうか。あの、はいはい、あだ名があるんだよ、シムケンっていう、うん、4番のよね、あんたらも聞いてはファンも4番のよ。志村は志村だ。志村とも呼ばれたことないから。だから翔のが浸透してるじゃんか、うん、かといってなんか表記は永遠にシムケンじゃんか。シムケンなのにお前ら翔って虫ファンの子も翔って、じゃあこれは何なのかっていうところで、今日はね、あだ名を変えてもいいかなって思って。俺はあだ名を変えたいっていう気持ちだけはもうひたすらに高まってきてるから、なるほど、今日はそれをしようと思って。いいんじゃないですか。全然変えてもいい、はい、うん、変えても全然。じゃあ今日変えるっていう企画ね。はい、変えていく、やっていこうか。やっていこう。せーの、こいこい。 AV AV 言ってない、言ってない。これそれアニマルビデオ。じゃあ翔さ、変えたいってことだけど、うん、もうなんか候補みたいな一応あるっちゃある。あるの。あ、やっぱりあだ名って一生使われていくものだと思うし、うん、ファンの子に呼ばれたり、例えば街とかでさ、こうすれ違った時に、あ、ストリートファイターが好きだったらザンギーフが好きだから、ザンギーフ、あ、ザンギーフって言われてわけじゃん、わけわけじゃん。だから、恥ずかしくないあだ名がいいなと思って。で、なおかつ自分の好きなもの、俺、プロレスが好きだから、はい、あだ名はね、アルゼンチンバックブリーカーがいいんだよ。いけるから、略してアルくん。アルくん、アルくん、あ、アルくんみたいな。そう、でもツイッターの名前はアルゼンチンバックブリーカー。アルゼンチンバックブリーカー、かっこ離れたから、いいね、まあ、いいね、いい、あり、いい、あり、か、あれ、あとはなんかね、ラッパーがすごい好きなのよ、うん、だから、ね、ラップっていう名前もいいなと思う。 RAP ラップ、あ、ラップ、ラップくんって呼ばれる。どう、ラップいいね。あ、いいじゃん。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとしよう。好きな食べ物を締め出します。好きな、好きな、これほど出ない、もう出ないよ。好きだよ。一回、一回調べてみる。一回しちゃ、一回しょう、あだ名しょよよ、しにょうも、しにょうもって何。キャミソールしょうとか出てきたんだけど、しょも、しょちっちゃん、姉子、姉子。なんかそういうことじゃないんだよな。その、例えばラッパーだったらティーパブローとか好きだからショーパブローだったり、あとはユートゥーザンサーだったらショートゥーザンサーとか、なんかそういうちょっとなんか好きな人のものちょっともらうか、アルゼンチンバックブリーカーかどっちか。え、逆にない？俺にさ、あ、こういうあだ名つけたいなみたいな。もう時代は遅れてるけど、一回問題になってるけど、あのファンキー志村。すげえ、それすげえ、めっちゃすごい、それそれすごい、すごい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 っていうか、衝撃、それ衝撃マジ。なんかキャリー少々とか、あのキャリー少々は100歩譲ってまだいいとして、イモムシ君とか、そう思ってんのか。イモムシ君だジャイアンと思ってるから。おい志村。絶妙な空気で音出してきたな。今のところ多分しっくりきてんのは油ゼミだけかな。今のところアブくんって呼ばれたい。アブくん、そっから派生してんだ。もうアルくんって呼ばれたい、あのアルゼンチンバックブリーカー。アブくんって呼ばれたい、油ゼミだよね。いやでもファンキーが一番いい。ファンキーいいよね。モンキー志村じゃん。お前やん。じゃあ俺はまあバルゼンチンバックブリーカーでバルくんでいいとして、いやアルくんだった。アルくんじゃないよ。ルイはなんかないの。じゃあ俺どうして鼻にいんでくって。そうだね、なんか2人に決められたら俺すごい自分納得するあだ名多分出ないんだよ。ここに決められた。逆に何、おい自分のあだ名、俺なんて呼ばれた、中学校で、いやなんて呼ばれてた。俺中学校の時はそれこそ翔くん、翔平くん、翔くん、あと中翔とか、あとあれって言われてた、あのお豆さんだった。お豆どこ、俺ちっちゃいから顔が。ああ、そのルールでいくと俺多分ジャガイモさんかスイカさんか。ルイ挟んで初めて俺のあれがまだ若干馴染む。だここの位置が入れ替わる。そうそう、相当だよね。そういう感じがいいかな俺。じゃあマメクソガキゴミカス野郎、バカブスピーターとかで俺がアルゼンチンバックブリーカー。そこ負けないんだよ。絶対に負けない、決めたから。絶対それがいいんだよ。お手動かけた方がいいのかな。結局だからみんながさ、こう思ってるんだったらそうだし、俺たちのリスナーはなんかちょっと起点が利くやつらが多いから、そういうところがやっていくと分かるけど。一応コメント欄の方で、はいはい、名前の方針とか、あとこういうとこが特徴的とかいうのを入れてくれた方が、うん、俺たち自身ちょっとあだ名をつけやすいかなっていうのがあるので、コメント欄の方で募集したいと思っています。はい、まあ、結論決めてもらうって感じなんだね。うん、オッケーオッケー。ちょっとずつこうこうしてくる。ああ、オッケーオッケー。こんな見たら多分アルゼンチンバックブリーカースクリュードライバーみたいなのどんどん繋がってって最後ね、あれ、ジュゲーム方式じゃん。でもあるいいじゃん。でもあるいいじゃん。全然興味ない。あれかも。疲れちゃったね。疲れちゃった。はい、ということでね、コメント欄の方で皆さんあだ名の方募集しておりますので、どしどしコメントしてください。ということで今日の動画おしまいです。翔平なんか今日一言あるんだっけ。あ、俺は特にない。今日も動画を見てくれてありがとう。よかったらチャンネル